何すりゃいいんだろ。何するかどうか教えてくれねえかな。楽譜見たし、子供の調理室、中庭、子供の部屋、図書室行ったし、まあ、先輩探すか。物々しい雰囲気だけど、あんま怖いこと起こってないしね。鍵が。あ、まだ鍵がある場所あるんだね。先輩どこなんだろう、ところで。鍵。先輩。先輩。あ、そうだった。私だけの先輩。どこにいるの？先輩。あ、これ走れる。走れたわ。ごめんなさい。今までチンタラやってました。鍵。めっちゃ走れるわ。あ、マジで先輩どこにいんだろう。てか、拾ってないやつあったりすんのかな？結構見落としてそうだからな。今回あんま、なんか探索してない気する。謎の部屋も怖えしな。この謎の部屋マジ何なんだろう。なんか怒んのかな？隠し部屋とかあったりするタイプ？もしや。あ、そうでもないのか。まあ、とりあえず先輩探しに行くか。あ、あれ移動してないお前。すごい量の本だな。床が抜けないか心配になる。そうだよね。2階から落ちたら。もう抜けてるか。何箇所かはね。す、いや。そんだけか。じゃあもうあれなのかな。他のキャラクターも結構移動してたりすんのかな。ここは何もないんだよな。鍵。先輩はどこなんだろうな。だいたいみんなあれなのかな、本読んでるとか、そういうことが多いのかな。あ、なんだ。あら？何かの、あ、箱開けたからか。先輩、考え事でもしてるのかしら。後ろから驚かせちゃおうかな。あら、こんな場所で考え事ですか？新しいキャラクターか？いい声ですね。誰？お久しぶりですね。しゅうや先輩。え、可愛い雰囲気だな。あら、なんでここにとでも言いたげな表情に見えますね。その通りだと思いますよ。私もこのレーサブの一員。ああ、ナンバーファイブかなんかの人。あなたはあまり私に参加してほしくないみたいですけど。なんかそういう感じの人なの？桐原先輩に今日のことを教えていただいて。それでちょうど予定もありませんでしたし、参加させていただこうかと思いまして。安心してください。あなたが不安に思うようなことは決してしないと約束しましょう。トラブルメーカーなのあなた。でっかい蝶の髪飾りつけてますね。可愛いですね。だから今日私が参加すること、許してくださいますよね先輩。目が怖いよ。寝てんの先輩。そんな顔をしないでくださいよ。私はもっとあなたと過ごす時間が欲しいと願っているだけですよ。あなたも先輩狙ってるの？ね、それはあなたも同じでしょ。先輩すぐ寝るな。さ、それじゃあ今回は私も調査に協力をさせていただきますね。どこの部屋から調べたらいいですかね。あ、え、あら、そんなに私をそばに置いておきたいのか。誰か殺したりすんのお前もしかして。仕方ないですね。それじゃああなたと行動することにしましょう。あなたがそう望むのであれば。どういう意味？妹とかなのもしかして。そこにいるのはひなね先輩ですね。不倫現場を見てしまったみたいな状態になってない？なんか、あ、つむちゃん久しぶりだね。ひな姉ちゃんも苦手なの？もしや。つむちゃんが調査に来るの珍しいんじゃない？棒読みじゃん。なんかどうしたの？はい、そうですね。今日はたまたま予定が入ってなかったので私も参加させていただきますね。それでは今日はよろしくお願いします。ひな姉先輩も調査頑張ってくださいね。あ、うん、さっきの二人の会話どういう意味だったんだろう。それじゃあ、しゅうや先輩、どの部屋へ行きましょうか。ついていきますよ。寝てるわ、先輩。行っちゃった。心地いい声だから寝てんのかな。すごく胸がモヤモヤするよ。二人はどういう関係なの？ああ、まあね、まあね。先輩。大丈夫でしょ、先輩は。だって先輩は、大丈夫でしょ。なんか、動いてきたな。
話が。とりあえずその、何ちゃんか忘れちゃったけど、なんとかちゃんを探しに行くか。庭、あ、どうしたの？今日はつむぎちゃんも参加してくれたんだ。会うの久しぶりだな。ああ、そうなの。嬉しい人もいるんだ。まあそっか、桐原くんも声かけたってことは参加してほしいわ。参加してほしいんだよね、多分。ただ不気味な雰囲気があるって感じなのかな。すげえ可愛いけどね。ここは来たな。あれどこ行ったの先輩たち。2階かな。ちょっと1階をぐるぐる回ってみますかね。なんか行けるようになってるとこ増えたりすんのかな。だって私以外さ、鍵とか見つけてないよね。私以外さ、なんか新たな場所行けたりするようにしてくれたりしてないわよね。菊本さんが来てるんですか？あ、知ってんの？そういえば学園内では何度か会ってますけど、部室で会ったことはないんですよね。そうなんだ。結構仲いいの？みんな仲いい感じ？私あんま好きじゃないんだけど、あの子。あ、いないな。あ、じゃあ2階行ってみるか。こっから2階行けるな。行けないけど。ここ通ったらショートカットになるか。桐原くんはなんか言うかな？あ、まだ本読んでるわ。あ、立花、どうした？つむちゃんが来てくれたよ。そういや、今日は遅れて参加するって言ってたな。先に言ってくださいよ、先輩。びっくりしちゃったじゃないですか。でも、どうした？お前、なんか元気なさそうだけど。気づくね。モテるタイプだね。つむちゃんって、先輩とどういう関係なんだろうと思って。あ？どういう関係って。あ、先輩たち来ちゃったよ。聞こえちゃうよ。ここ。確かに例の類はいますが。 あ、見える人なの。呪われてるなんていう割には嫌な気配がしないですね。ただそうですね、あなたは気づいていますか？1階にある変な気配を。そうなの？位置的に1階の西側にあった大きな扉の先だと思いますが、鍵がかかってて入れなかったですね。ずっと無言ですね。喋るの苦手なのかも、先輩って。もしかしたら私は早くあなたとの関係を進めたいのに、これじゃあいつまで経っても何も進展しないまま時間だけが進んでしまいますよ。どういう意味？ぐいぐい行くタイプの女の子多いね、この世界。まあでもあなたにはあなたのペースがあるので、それに合わせてもいいのですが、少しは歩み寄っていただかないと。威圧的ですね。このままじゃ約束すら守れません。ああ、そんなことでは私も約束を破ってしまうかもしれません。この子か。先輩が助けたのってこの子なのか。本当は主人公の女の子と思ってたけど。これは交換条件ですよ、先輩。そうじゃないと私何するかわかりません。怖すぎるだろ、そんな発言しないよ女の子が。ま、今は調査が優先でしたね。そろそろ行きましょうか。ね。ね、ねって言うのやめてくんない？怖いわ。威圧的で、ですね。なんだ今の会話。そうですよね。なんかやばそうな内容だったな。そうですね。先輩、大丈夫かな？約束とか、交換条件とか、一体どういうことなんだろう？どういうことなんだろうね。つむちゃん、いつもはいい子なのに。ああ、そういうこと？違っててびっくりしちゃった。この屋敷に来たから、もしかして。そうだな。あんま輪を乱すようなら、一応注意しておくけど、先輩のこととかもあるし、あんま首突っ込まない方がいいのか？いや、俺に聞かないで分かんないわよ。分かんないからあなたに聞いてるのよ。関係を進めたいとか言ってたけど、変なのに目をつけられたな、先輩も。先輩が取られちゃう。そんなことはないんじゃない？でも、とりあえずお前は大丈夫そうだな。でも注意して見ておくようにしようぜ。先輩が困ってるようなら俺たちも助けてやんないとな。確かに。そうだね。うん。じゃあとりあえず俺はこの辺調べておくから、お前も引き続きよろしく頼むな。はーい、任せて先輩。あんま気にしすぎんなよ。うわ、いいやつだな、本当に好きだわ。やっぱり桐原くんが一番いいわ今んとこ。
ああ、そっかそっか、分かった。今の伏線になってて、伏線というかフラグになってて、ここ行けるようになるんじゃない？もしかしたら私の力で。鍵がか。あ、そういうわけではなかった。私の力ってなんだろう、そもそも。じゃあ先輩たちの後追っかけてみようか。先輩！わあ、先輩。本当に先輩？楠田先輩？先輩、今は一人なのね。何かめぼしい情報はあった？まだ何も。ひなねは？喋ってくれてるわ。いいえ、私の方は特に進展はないわ。いやでも待て待て、先輩が喋るって、いやわかんない、先輩どのくらい喋らないかわかんないけど、これ本当に先輩なのかどうかが怪しくなってこん？なんか喋ったら。ここ、入ったら呪われるだなんて言われてるのに、怪奇現象の一つも起こらないわ。今目の当たりにしてるとかないの？ねえ、どうして？どうしてと聞かれても。嫌な感じもしないわ。体調の変化もない。変なものも見てないわ。なぜ呪われた洋館なんて呼ばれているのか不思議なのよね。ねえ、あなたはどう思う？めっちゃ質問するね。もしかして私呪われてんの？ここって本当に呪われているのかしら。ひなね。ん？少し話をしよう。君に伝えたいことがあるんだ。俺についてきて。え、怖くない？ひなね。バカね。あ、やっぱそうなの？どうして先輩のふりなんかしたの？この屋敷に入ってから先輩の一言でも喋ったことあったかしら、ね、ずっと無口でいてくれたら私騙されたかもしれないわよ。ひなねちゃんすげえ。口調のわからない人のふりなんてするものじゃないわ。あ、そっか、ひなって呼んでるもんな、いつも。そうよね。先輩の言うことなら私何でも聞いてホイホイついていきそうだもの。他の奴らが心配になってくるのこれ。化ける人を間違えたわね。え、逃げないと。あ、ほんと？あ、走ってくれてる。あ、お前そこダメだろ。え、あ、これちょうどここの下が、あの言ってた部屋か。え、嘘。私もしかして落ちちゃったの？おーい、誰か、誰か助けて、お願い、誰か私に気づいて。とんだからくり屋敷だわ。確かに言ってる場合か。でもでもここ暗くて何も見えないのが救いね。逆に怖いだろ。もしかしたら周りにたくさん行方不明の人とかが。確かに。もしかするとこういう仕掛けに捕まってしまったのかもしれないわ。冷静だな。でもあの先輩の偽物、あれは幽霊なのかしら。誰かに化けるなんてまるで狐やタヌキね。とにかく今は助けを呼ばないと。あー、セーブしとけよかった。まあまあ、でも今回は桐原くんって決めてるから、桐原くん行っていいっすか。つむちゃんに助けを求めるルートもあんだ。さっきまで桐原くん近くにいたはずだし、まだ近くにいるかもしれないわ。桐原くん、お願い、気づいて。桐原くん、私落ちちゃって助けてほしいの。お願い、気づいて。桐原くん。ん？立花？あ、桐原くんだ。ただ本物の桐原くんか？って、なんだこの部屋？お前、この下にいるのか？急に床がなくなっちゃって。とにかく、近くにはしごとかないかしら？なかったよな、でも。ちょっと待っててくれ、探してくるから。いや、嫌だよ、離れないでよ。あ、いいんだ。ありがとう、桐原くん。え、あ、優秀かよ。助かったわ、桐原くん。ありがとう。にしても驚いたな。なんだここ、落とし穴かなんかか。いや、それより先輩の偽物がいたんすよ。どうなのかしらね。この部屋家具とかもないし、なんだか少しおかしいなって思うけど。確かに家具とかもないよな。ともかくお前に怪我がなくてよかったよ。ありがとうな。
丈夫なのだけが取り柄みたいなものだからね。確かに普通に考えて2階から1階に落ちたんだから相当だよね。2メートルか3メートルぐらいから落ちてるってことだもんね。無防備。そうだ、桐原くん一大事なのよ。なんだ急に。実はさっき廊下で先輩の偽物が現れたの。先輩の偽物？いやそうだよね、そんなにわかには信じがたいか。なんだそれ、本当に偽物だったのか？間違いないと思うわ。あの先輩、私のことをひなねって呼んだし、自分のことを俺って言ってたわ。先輩は私をひなって呼ぶし、一人称は僕よね。あ、なるほど。確かにそれはおかしいな。それにしても偽物？この屋敷が呪われてる理由もそれに関係してんのか？とにかく先輩の偽物が現れたっていうなら、全員と情報を共有した方がいいな。だって今私たちどちらかが偽物じゃないとは限らないもんね。その偽物、先輩だけに化けられるとは限らない、ね、俺や立花、他のメンバーにも化けられるかもしれないからな。そうね、一旦みんなを集めて作戦を練り直しましょう。じゃあ立花、全員を集めるのを手伝ってくれるか？もちろん。ええ、もちろんよ。それじゃあ早速みんなを探しましょう。よし、行くとするか。毎回もう他のエンディングとかはもう全部最初からやるわ。近づくのは危険だ。そうなんだ。近づく。ああ、そうか、オッケー。とりあえず鈴香ちゃんが心配だな。まずはやっぱ鈴香ちゃんどこにいたっけ。庭にいたよな、さっきは。鈴香ちゃん、あ、いた、よかった。二人揃ってどうしたの？話があるから、1階の広場に集合してくれる？うん、わかった。気をつけてね。いいの？一緒に来なくて。じゃあ次は、新しく入った新入部員の子。あれ？先輩方はどうしたんですか？話があるか。わかりました。お待ちしてます。オッケー。鈴香ちゃんのこと守っててね。鍵？じゃあ先輩たちは2階にいるってことか。桐原くん。鍵が。そうだよね。あ、二人はいいんだ。よかった。一応セーブしていい？俺、ここで待ってますね。頼ま。ここで待ってるね。頼ま。え、もしかしてさ、いや、そんなことはないと思うけど、新しく来た女の子が変装したとかないよね。鍵。とんでもだもんね、そんな。ルパンかよってなるもんね。先輩たちはどこにいんだ？あ、ここはさっきいた部屋だから。順番とかあったりすんのかな？見つける順番が。あー、二人ともいんのか。ひなね先輩、どうしました？みんなに集まってもらいたいんだけど、いいかな？ええ、もちろんです。あ、そっかそっか。それじゃあ、一階ホールに行っていますね。ここで二人でいたんだったら、この子っていうことではないわけか。話があるから、一階のホールに来てほしいの。ここでも？まだ私たち、いられんだ。なんか、二人でいるときしかできないことあったりすんのかな？まあでも、話進めてみようか。クスバ先輩の偽物。そうなんだよ。生きた人間に化けることができるなんてすごいですね。あの偽物は私に接触してきた。なぜかしら。そうだよね。しかも、結構先輩近くにいんのに化けてきたんだもんね。他の誰でもないお前を選んで接触したってことか。私何か能力あるってこと？でも偽物だって気づいてよかったね。気づかなかったらひなねちゃんがどうなってたか。そうですね、行方不明になってしまった。ああ、そういうことね。精神がおかしくなってしまっていたかもしれませんよね。にしても困りましたね。こうなると相手が偽物なのか疑わなくてはいけなくなります。あ、じゃあ仲間の印書く？左手に。そうだな。どうしたらいいんだろう。ペアを組もう。なるほど、喋ったな。ペアですか？入れ替わることをできなくする。なるほどね。そうですね。あ、でも相手が一人とは限らないけどね。誰かと一緒にいればお互いがお互いを本物だと証明し合えますもんね。まあここにいる全員が本物だと証明できるかどうかですけどね。そうだよね。それならきっと簡単よ。何？
この屋敷で話していない私たちだけしか知らないことを質問して答えましょう。先輩の偽物は先輩が私をなんて呼んでるかとか、先輩自身の一人称を把握できていなかったわ。だいぶ冷静だよね、ひなねちゃん。つまり相手はこの屋敷で観察して得た情報でしか化けることができないのよ。なるほどな。それじゃあ早速私たちが本当に本物なのかを確かめ合いっこしてみよっか。そうだね。それじゃあかなと、私の家で飼ってる猫の名前は？三毛丸。かわいい名前だね。なんで嫌そうなの？正解。三毛丸。三毛猫ですか？いいだろ別に。いいよ、白猫。言い方いいね。いいだろ別に。かわいい名前だよ。んじゃ、次は豊かだな。どーんと来てください。豊かしか知らない会話。立花が隠れて行ってる犯罪はなんだ？犯罪？あ、盗撮？私は犯罪なんて。クスバ先輩の盗撮です。まあね、まあね、いい顔してんな。柏木くんも本物だね。先輩、そんなことをしていたんですか？いや、まあ惹かれるのもしょうがないわ。聞いた上で一緒にいてくれるこいつらがすごいいいけどね。次はクスバ先輩か。先輩と初めて会ったあの日、先輩が白馬に乗って私を助けに来てくれた場所はどこか？白馬には乗ってないだろ絶対に。質問しなくてもお前が本物なのはよくわかった。とてもかっこよかったのよ、月明かりに照らされた先輩。とてもキラキラしていたわ。わかったわ。ああ、はいはい。で、先輩の答えは？体育。ああ、じゃあやっぱひなねちゃんなんだ、助けられたの。正解。白馬に乗ってた記憶はないけど。そうだよね、普通そうだもんね。こんなこのご時世白馬に乗ってる人いないもんね。ああ、それはですね先輩、立花には特殊なフィルターがかかっててそう見えてるみたいなんです。フォローうま。もしくは記憶の改善。ああ、じゃあ偽物かもな。じゃあ次は菊本だけど、正直あまり菊本のこと知らないんだよな。そうだね。ああ、ここで先輩がなんか質問すんのか。うん、先輩はどうですか、菊本について何か本物だって確かめ合える質問ありませんかね。あら、どんな質問をされてしまうかドキドキしてしまいますね。声がすごいいいですね。つむぎ。つむぎ。下の名前を。いや、いいだろそんくらい。いいっていいってそんくらい。はい、何でしょうか。君の出身地は？あら、つまらない質問です、ね、急にテンション。新月町ですよ。大丈夫、彼女も本物だよ。つむぎちゃんも本物でよかったですね。あれ、それにしてもつむぎちゃんって新月町出身だったんだね。鈴鹿ちゃんに質問しなくて大丈夫か。あそこって紅葉が有名だよね。今年の秋はのんびり新月町に温泉旅行行きたいな。いいですね、温泉旅行。あら、ぜひ新月町の紅葉は見てほしいです。色鮮やかで本当に綺麗ですし、おすすめの紅葉スポットに案内しますよ。あ、そっか、でも三毛丸の質問した時点でセーフなのか。じゃあ今年はみんなで温泉旅行にでも行こっか。いいね、とても楽しみですね。うん、とりあえず。あ、本当？ここにいる全員は本物らしいな。ペア決めだけど、念のため3人1組のチームを2つ作りたい。まあバランスとかも考慮して、場合によっては2人と4人のチームになるかもしれないな。ほう、分かりきったことだけど一応確認してみるか。立花、お前誰と組みたい？もちろん先輩と。ああ、でももう桐原くんルートで行くって決めてるんで、桐原くん一択で言っていいですか。前のこれの前作かどうか分かんないですけど、その前日談みたいな話の時も一択でエンディング取れたんで、ここ一択で行きますね。じゃあここは桐原くんにするわ。なんか変に気使った感じになったね。はいはい、俺ね。って俺？そうなるよね。何よ。いや、予想外すぎてびっくりしたわ。え、マジで俺にすんの？
ひどい。僕が一緒じゃ足手まといだっていうのね。そんなこと言ってないわ。だからやめろ、その下僕設定。いや、まあお前がそれでいいならいいけど。じゃあ橘豊、俺鈴鹿がチームで、先輩は菊本と一緒でいいですか。うん、バランスいいんだ。これでもう2人が4人分なんだ。もちろん、よろしくお願いいたしますね。うん、わかった。よし、それじゃあ調査再開だ。ああそうだ、さっき1階の客室の鍵見つけたから開けといたぞ。あ、ありがとう。何があるかわからないから、みんな慎重に行動するよ。めっちゃリーダーじゃん。それじゃあみんなよろしくね。よろしくお願いします。それじゃあどこに行こうか。とりあえず俺が開けといた客室に行こうぜ。何かあるかもしれないからな。そうだね、わかったわ。じゃあ客室に行こうか。4人だ、大所帯だな。安心する。わ、いいね、ドラクエみたいだ。ドラクエやったことないんですけどね。ここ客室？あ、ここじゃねえんだ。こんだけいれば大丈夫よね。あ、っていうことはピアノ弾けたりすんのかな。ここじゃないよな。一回ちょっとピアノを弾けるかどうかやっていい？あ、ここ図書室だった。ピアノ弾けたりできるの？残念ながら。あー、無理なんだ。オッケーオッケー。じゃあ客室っぽいとこ行ってみるか。どこだろう、客室って。ここかな？ここ客室？客室っぽいよね。あれ、ここって来たっけ？あ、来た気がするな。蓄音機あったっけ？何も入ってない。まあ、一応ちょっと調べていい？嫌な匂いがする。中身は空っぽだ。ここ来たな、じゃあ。あ、ちょっと待てよ。この絵なんてあったっけ？どこの写真だろうか。こっち側にもなんか部屋あんのか。一個あったな。あー違った。こっちじゃねえか。あれ客室どこだ。ここ、あれ今のとこ客室か。ここか客室。違うね。あれさっきのとこか。じゃあ、ここに来て何もないってある。蓄音機を見るのは初めてだ。何も入っていない。中身は空っぽだ。嫌な匂いがする。嫌な匂い。あれ、この時計の中何か入ってない？確かに小さい鍵みたいなのが入ってるな。どこかにドライバーとかありましたっけ？探してみましょうか。でも桐原くんに力ずくで開けてもらった方が早くない？いや、で開けれんの？え、力ずくで？パワータイプに見えないんだけど。まあ探す時間は惜しいし、ドライバーがある保証もないしね。その方が早いかもしれないけど。なんでドンビーてんのみんな。先輩なら絶対に止めると思うよ。今は先輩見てないし大丈夫よ。4人の秘密ってことにしましょう。そういう問題じゃないだろ。そういうところは本当にまっすぐだよね、ひなねちゃん。まあわかった。じゃあ力ずくで開けるからな。開けれんだ。ほら開いたぞ。開いたんかい。ああ、さすが桐原くん。しかも壊れなかったみたいですね。素晴らしいと思います。企業だね。本当壊れなくてよかった。でもどこの鍵だろうね。開けられる場所探してみよっか。そうだね。小さな鍵、なんか鍵が必要な場所あった気がするね。確かになんかあったよね、箱かなんか。あれもう開けたっけ。ここじゃなかった。あ、だよね。この鍵が使えそうだわ。使用人3号室の鍵。あれ、鍵と一緒に何か紙が入ってるわね。おかしいのは春子ちゃんだけじゃなかったわ。だって私この目で見たのよ。キッチンから包丁を持ち出す奥様の姿。だから私掃除をするふりして奥様の部屋をくまなく探したのだけれど、あの包丁は結局見つからなかったわ。奥様を平然としているし、奥様は一体何をするつもりなの。怖い、怖いわ。奥様は誰かを殺す気なのかしら。だとすると春子さん、それとも。これは、ああ、そういうことか。使用人室の鍵と一緒に入ってたってことは、使用人だった人の日記かしら。そういうことだったんですね。だからみんなで娘を殺そうとしてんのかな、お嬢様を。何か分かったの？多分犯人なんていなかったんですよ。娘さんを殴った犯人も。ああ、そっかそっかそっか。変装できんだもんな。包丁を持ち出した母親も誰も。偽物。なるほどね、察しがいいな。確かに推理得意だね。俺よりも全然得意ですね。実況向いてますね、多分。例えば
お前が会った先輩の偽物と同様、娘を殴ったのも包丁を持ち出したのもその偽物の仕業だったとしたら。怖いな。みんな疑心暗鬼になっちゃうよね。偽物を見た人も危害を加えられた側も。そうだね、同時に二人とかいない限り信じられないよね。もちろんやっていないのに犯人にされてしまった人も。つまりこの屋敷で起こっている一連の被害はこの日記の状況と同じなのでは。なるほどね。入った者の誰かに化けて疑心暗鬼にさせ殺し合わせるようにしているってわけか。いやでも分かりやすいし、分かりやすいけど、いざこの状況になったら絶対信じられなくなるよね。でもそう簡単に殺し合いになるのかな。いやだから偽物が目の前で友達とか殺してたら結構だよね。殺し合わせたり精神をおかしくしてしまったり、そこに至るには相当な。他にも何か影響しているのかもしれないですね。そうね、ここには誰かに化けられる化け物のようなものが存在しているのだから、他に何か悪いものが影響していてもおかしくはなさそうだわ。とにかくもう少し調査が必要そうだね。その鍵、3号室って書いてあったよね。多分2階の床が抜け落ちちゃってる先の部屋だね。ありがとう、迷子になりづらいわ。遠回りをしなきゃいけなさそうですね。んじゃ、そこに向かうか。わかったわ。よし、じゃあ向かおうか。遠回りしなきゃいけないのか。なんでだろう。床が抜け落ちた先って言ってたよね、でも。あ、あら、ひなね先輩、そちらは調査進んでいますか。二人離れてんだ、大丈夫。全然喋ってくんない。先の、あ、オッケー。先ってこっち、あ、そういうことね。あ、オッケーオッケーオッケー、そういうことね。ここは子供の部屋。鍵がここじゃないってことは、いや、ぐるって回れってことか。向こう側ってことか。ここは来たし、あ、ピアノちょっと一回やってみるか。ピアノが置いてある。弾いてくれたりはしないんだ。誰かがいないと取れない。ここじゃないんだ。じゃあもうちょっとこっちか。鍵。あれ、こっち？鍵。そういえば鍵。そうだね。あー、入る前にセーブしといた方が良かったか。何があるんだろう。音楽家なのか、ここの家は。いろんな雑誌が並んでる恋愛小説が多い気がする。何冊かノートが挟まっているが、調査には関係なさそうだ。ここの空間なんだ。めぼしい発見はできなかった。あら？何か入ってるわね。使用人室の鍵束。あ、じゃあもうこれで全部の部屋行けるようになったってこと？まあ行くか。先輩たちにも言っといた方がいいのか、それとも普通に行っていいのか。鍵が、そういえば。はぁ、あ、赤い花のドライフラワーだ。ドライフラワー。誰かの日記だわ。あ、またか。違う。どうして誰も信じてくれないの？あ、春子の部屋？私はお嬢様に手を挙げたりしないわ。だってお嬢様は私の生きがい、大切な方なのよ。お嬢様は私のことを怯えた目で見てくる。それが辛いわ。なぜこんな話になっているの？お嬢様はそんな嘘をつく人じゃない。つまり本当に私が？まるで私が二人いるみたい。同僚の話では、奥様ったらキッチンから包丁を持ち出したらしい。私は奥様に殺されるのかしら。うわぁ、そっか。こういうのがいろいろ重なったら、そうか。いや、殺されるのは嫌。だったらってことだね。それならいっそこの手で先に。やっぱり。この屋敷の人たちも、あの偽物によって日常が壊されたんだわ。そしてこれからもきっと、この屋敷に入った人たちが同じ目に。怖すぎるわ。そんなことさせちゃいけないわ。あの大きな扉の先、あそこに向かいましょう。オッケー。鍵束持ってるかも、どこでも入れるようになったってことか。何も入ってない。ケイトがいくつか入ってる。電話だ。あれ、ここはいけないのか。何かが入った瓶が並んでいる。他行けてないとこ全部開けてっか言ってよ。即死があったりすんのかな。鍵が、あ、使用人室の鍵束だけど開けられない場所もあんだ。そっか、使用人室の鍵束なんだもんね。オッケー、じゃあ行ってみるか。これ、床がこんな抜けてるってことは、こうやって追いかけられたりするかもしんないのか。あ、一応先輩に話してみるか。何も教えてくんない。
まあ、4人で行けば大概大丈夫か。そういうわけではないか。鍵が、え、ここじゃないの？あー、ここじゃないの？え、何？じゃあどこに行けばいいの？はしごから降りてみるってことなのか？こっから降りれたりはしないよね。え、じゃあどこ行けばいいの？あー、こっちか。こっちにも使用人室あったりするのか。ここは来たな。こっちか。行ってない。鍵、そう。なんかあるな。あら？ティーカップの隣に鍵があるわ。この鍵。ああ、じゃあ、あそこの鍵か。今まで見てきた鍵とは少し違うわね。ホールの鍵と書いてあるわ。ホールの鍵ね。これで最後って感じ？様々な本が並んでる。小説だ。旅行雑誌が並んでる。料理のレシピがたくさん。小説だ。オッケー。これは増加だ。調査には関係なさそうだ。カビ臭いタオルが置かれている。電話が置いてある。だけか。いよいよって感じ？もしかして。じゃあ私行くわね。ここなんだろうな、多分。鍵を持って。待て、立花。なんだ？どうしたの？桐原くん。この先。かなりやばい感じです。ああ、この素人の僕らでもわかるぐらい？先輩を呼んでこよう。わかったわ。先輩生きてるだろうな。一人になってたりしないよな、先輩。あ、先輩いるわ。よかった。あ、先輩。実は、1階の大きな扉の鍵を見つけたんですけど。うわ、来た。あの場所ですか。私たちも気になっていたんです。先輩たちも一緒に来てくれますか？わかった。お喋りしますね。わあ、めっちゃ大状態。セーブしとこ。先輩が2番目だ。すげえ。一人だけ反対側向いてるわ。あ、そういうわけじゃないんだ。毎回そうとかそういうわけじゃないんだ。偶然なんだ。鍵を持っているわね。この先、とても危険だ。先輩がいるならなんとかなるんでしょ、でも。絶対に僕から離れないで。わかりました。うわー。